今日は鈴鹿から日本グランプリ予選をお送りします。ここは F1 カレンダーの中で唯一の8の字コース、非常に珍しいコースレイアウトです。さてアンソニー、ドライバーたちは一周だけ完璧なラップを刻むというプレッシャーにどう対処しているんでしょう。問題になるのはプレッシャーにどう対処するかではなく、どれだけのリスクを受け入れるかですね。減速、旋回、加速、マシンは常にギリギリのところでバランスを保っています。このバランスは簡単に崩れてしまいます。だから完璧なラップを刻むのはとても難しいんです。何の問題もなく次のセッションに進めるはずだ。あまり無理をするなよ。チェック完了。準備 OK だ。
1ラップ分だけだ。Thank you.
離脱軍だ。交換した方がいい。
修理に時間を食ったな。予選終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。ボッタス、ベッテル、マックス・フェルスタッペン。今日はこの辺りでお別れです。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。